4月4日午後11時、こんにちは、エキョです。今日は耳かきの話をしてみたいと思います。皆さんは耳かきってよくしますか？私は結構すごいする方なんですけれども、その耳かきの話をちょっと今日はしてみたいと思います。耳かきの話をするにあたって、まず紹介したい商品はこちら。この耳かきですね。こちらは匠の技シリーズのすすたけ耳かきというものになります。これが2本セットで、こちらと合わせて2本セットでだいたい400円ぐらいの耳かきなんですけれども、この耳かきすごい個人的にもう大絶賛したいぐらいのいい耳かきなんですけれども、何がいいかっていうと、耳の奥まで細かくかける、あと適度な柔軟性があるので耳の中で気持ちよくかけるっていう、これはすごい画期的な、他の耳かきにはないすごいいい製品なんですけれども、そもそも耳かきって人によってはそんなにする人としない人っていると思うんですね。人にはまあ耳の中がまあ湿ってる人と乾いてる人でまあ大きく分けられると思うんですね。湿ってる人は耳かきっていうよりもどちらかというとまあこういう綿棒で耳を掃除する人は多いと思います。対して乾いてる人は、まあ乾いてる人でも綿棒でやられてる人、特にお風呂上がりとかですね、そういった時に綿棒でささっときれいにするのが気持ちいいっていう人もいると思います。まあ、ただ僕はこの耳かきを使ってどうしても耳をかいてしまうんですね。もう ほとんど耳かき中毒って言っていいほどこの耳かきを愛用してます。今ここに2本あるんですけれども、これはここの机用で、まあ、予備と、まあ、いつも使ってる、まあ、これ交互に使ってたりもします。この耳かきずっと使ってるとだんだんやっぱり脆くなってって、大抵は最後ここの部分、真ん中部分でパキッて折れるのが、まあ、最後なんですけれども、まあ、そういった時でもすぐ耳かけるようにもう一本予備でここに置いてます。で、家にはさらにもう1セット2本のもう1セットがリビングのソファーのあたりに置いてあって、まあ、そちらでもいつでも耳をかけるようにしてあります。あとは会社のデスクもこのセット1セット置いてあります。あとはさらに移動中、これですね、筆記用具を持っていくとき、筆記用具の中にも必ず1本こういう風に忍ばせてあります。これで、まあ、旅行中とか耳をかきたくなった時に耳をかけると。ただ電車とかそういった移動中に耳をかくのはすごい危険なので、それだけは絶対しないようにしてます。もうこれ揺れてるだけでバーンって やっちゃうっていうのはいつも恐ろしくなっちゃうんで、そういうのはしないようにしてます。だいたいこう完全に安全できる宿とかそういったところで、まあ、耳をかけるように、まあ、持ち歩いてるっていう感じですね。もう絶対外で耳をかいたりしたらダメですね。こうどこから人が来たりするか分かんないですので、もうその耳をかいてる時ってすごい、まあ、無防備になってしまうので、そういう外では絶対耳はかかない方がいいです。あとは、まあ、この耳かき、まあ、ずっとやってるとすごい気持ちよくてやってしまうんですけれども、やりすぎると当たり前のように外耳炎になってしまいます。外耳炎になるともうここやりすぎてもうぐじゅぐじゅの液体がなんか出てくるみたいな、それぐらいやりすぎてしまうこともあるので、そういった風にならないように、まあ、適度に耳をかいてください。外耳炎になっちゃうとだいたい治るのに1週間ぐらいかかるので、その間はもう治るまでは耳かきはもう絶対しない方がいいですね。バイキン入ったらもっと悪化してしまうので、そういったところは気をつけて耳をかいた方がいいです。どうしてこんなに耳をかいてしまうのかっていうのを一時期調べたことがあるんですけれども、一説にはここの耳には性感帯があるっていうふうに言われています。この耳の穴、これは外耳道と言うんですけれども、そこには耳垢腺という名前のアポクリン腺があります。アポクリン腺は他にも体にはありまして、例えば液下と呼ばれる脇の下のくぼんだところとか、あとは乳輪の部分、
こういったところにアポクリン腺っていうものがあります。耳の中にも脇とか胸とかにあるアポクリン腺が耳の中にもありますので、どうやらそれを刺激することによって気持ちよくなってしまうみたいですね。だからもう耳かきがやめられない人はこのアポクリン腺を刺激しすぎちゃってどうもやめられないっていうことだと思うんですね。だからそういう耳かきがやめられない人はここの耳をかくことの快感を覚えてしまって、耳をかくことによって得られる快感に浸ってしまうので、そういった気持ちよさに負けてしまうような人はどうも耳かきをし続けてしまうんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。とはいえ耳かきが好きな人は一回ぜひこのすすたけ、匠の技っていうところのすすたけ耳かきですけれども、こちらを試してみていただくといいと思います。この耳かきなんですけれども、たびたび生産している国が変わったりとか、あとは若干仕様が変わることがあるんですよね。でその材質とかも変わることがあって、このしなやかさが買った時によって違ったりするんですね。そういうので、品質はそんなに安定しないことがあるんですけれども、とりあえず2本で1セットで、だいたい400円ぐらいなので、耳かきが好きな人はこちら試してみるといいと思います。でも耳かきやりすぎると外耳炎になっちゃうんで、ほどほどにやる方がいいと思います。それはもう自分に結局返ってくることなので、あんまりやりすぎない方がいいと思います。あと奥にだんだん奥を攻めていきたくなってしまうんですけれども、奥を攻めすぎると、普通に鼓膜にポーンと当たるんで、そうするとツーンって痛くなることがありますんで、そのあたりもやりすぎないようにお気をつけください。今日の動画は以上となります。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、エギョでした。ではでは。